はギブソン社がロボットギターやダークファイアーで実績のあったドイツのトロニカル社の自動チューニングシステムトロニカルチューンをミン・エツネの名称を経てギブソン G フォースとして OEM 採用した名称であるヘッドの裏にペグ込みの電気仕掛けのメカが取り付けられておりワンタッチ解放弦をストロークすることで自動チューニングされるレギュラーチューニングを基本にダットガド 全弦1音下げ、ドロップ D、全弦半音下げ、ダブルドロップ D、オープン E、オープン A、オープン D、オープン G、ドブロ、4度チューニング等の設定が可能。ドイツ製。m i n エツネとしてギブソンとエピホンの一部のギターに搭載が開始。2014年 m i n エツネ、搭載モデルすべてギブソン USALPM、レスポールフーツラ、レスポールシグネチャー。 デスポールピース、デスポールスタンダード2014、SGM、SG スタンダード2014、SG フーツラ名称をギブソン G フォースに変更して2015年ギブソン、USA モデルの一部モデルを除き全面的に採用された。m i n エツネに対して作動プログラムが改良されており、名前だけが違うわけではない。2015年ギブソン G フォース。 搭載モデルすべてギブソン USA レスポール、スタンダード2015、レスポールトラディショナル2015、レスポールデラックス2015、レスポールクラシック2015、レスポールレスプラス、レスポールスタジオ2015、LPM2015、レスポールスペシャル2015ダブルカトアウェイ、レスポールジュニア2015、SG スタンダード2015、SG スペシャル2015現代的な仕様の、 ハイパフォーマンスモデルのギターのみに割合的には縮小されたが、ファイヤーバードとエクスプローラーの6連ペグタイプとペグのホール位置も尖っているフライング V が新たにラインアップに加わった。ファイヤーバードはペグがヘッドの表から飛び出している、ファイヤーバードにしては得意な見た目になっている。2016年ギブソンジーホース。 搭載モデルすべてギブソン usa レスポール cm－ 二千十六 hp レスポールスタジオフェーデット二千十六 hp レスポール五十エストリビュート二千十六 hp レスポール六十エストリビュート二千十六 hp レスポールスタジオ二千十六 hp レスポールトラディショナル二千十六 hp レスポールスタンダード二千十六 hpsg スペシャルフェーデット二千十六 hp。 SG スペシャル 2016HP、SG スタンダード 2016HP、SG スタンダード 2016P-90HP、ファイアーバード V2016HP、エクスプローラー 2016HP、フライング V プロ 2016HP2017 年モデルにはともすれば初心者っぽく見える自動チューニングの機構や表側から見えるペグのボタンの違和感のある見え方が。 ユーザーにはあまり受け入れられなかったのか、ギブソンでの採用モデルはなくなった。ペグを通常のものに交換するショップやユーザーも少なからず存在した。ありがとうございます。